よし。よし。じゃあ死ぬ子たちやっつけ。なに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 ？なんかめっちゃ素早いんやけど。動けるデブって感じ？これまでのあらすじ。落ちた勇者の星の様子を探るため、ダルカコスタ地方を訪れたアイナたちは、サマディ地方の上空に浮かぶ黒い太陽を目撃する。預言者の言葉に従い、ケトスを呼び出した一行は、神の民の里を訪れ、邪神を倒すという勇者の使命を聞く。ケトスが邪神の結界を破る力を持つと知ったアイナは、ベロニカとセーニャの導きの木に触れ、老師の悲劇的な最後とセニカの行方を知る。そして、すべての真実が明らかになったとき、預言者は自分がウラノスの善の心であると告げた。神の民の里で神秘の歯車を手に入れた一行は、忘れられた塔でセニカと出会い、彼女の導きのもと、ベロニカとセーニが調べを奏でると、勇者の剣に光が宿り、その力でケトスが覚醒する。こうして一行は、ケトスを借り、邪神に挑むのであった。よくぞ戻られた、アイナ殿。おう神よ、この者たちに聖なるご加護のあらんことを。ほいということで、今回もやっていきたいと思います。前回いろいろと手に入れた装備とか、武器とか、武器は変わってないか。主人公に関しては。ま、いろいろ身につけたらね、こんな感じの格好になったよ。ロトの勇者や。全然似合ってないけど。確実にね、もうあの単発に似合うよね。この見た目には合ってないんよ、絶対。ムンババ。あれだよね、ケトスに乗って一体どこに行けばいいんやっけ？違うのよ、エマがどうたらこうたらとかじゃない。村から出たらわかるか？出口はどこですかね？こっちか？あ、ここやね。どこに行けばいいのかがちょっとすっかりとわからない。わからないんですよ。もうなんかね、平和な感じになってしまっとるけど。あ、どうも。アユナよく帰ってきたな。わしらのことは心配しなくていいぞ。みんな村で元気に暮らしている。ずっとデルカドール城で囚われていたが、真実を知ったグレイグ殿に解放してもらい、みんなで石の村に帰ってきたのだ。よかったよかった。んで？やってやろうぜ。俺たちが邪神を打ち果たし、勇者と邪神の因縁の戦いに終止符を打つんだ。邪神は黒い太陽の中にいるからな。ほうほう。さあ、神の使いケトスに乗って、奴をぶっ倒しに行こうぜ。黒い太陽の中。ここで呼び出せるかな？違う違う。よし、来いケトス。黒い太陽の中にニズゼルファがおるってこと？ニズゼルファってどんなやつ？あれか、黒い太陽。下は砂漠？サマディの上ってことか？あ、まああれか、サマディのあの砂漠のとこにあったやもんね、勇者の星。なるほどなるほど。これ中入れるん？なんかすごい怖いんやけど、吸い込まれそう。あ、そっか、ケトス覚醒したんやっけ？めっちゃキラキラしとる。すんごいなんか、キラキラを撒き散らしながら。ケトスがなんか世界中を浄化してくれそうな。これ入れる？ちゃんと。ああ。黒い太陽の中からとてつもなく恐ろしい邪悪な気配がする。邪神ニズゼルファに最後の戦いを挑みますか？はい、挑みましょう。いやー、ついにだ。ついにだ。ちゃんとね、いろいろ、勇者の試練だのなんだの受けて、あの中でゲットした装備たちもね、ちゃんとみんな身につけて、パワーアップしたけん、いけるはず。結構ね、全体的に武器とかも変わったよ。グレイグとかも、強い武器に変わったはずやし。今、はぁって言った、主人公。うわ。これ黒い太陽の中？
めっちゃキラキラしとる。うわ。でも気分悪くなりそうな感じやな。このキラキラ。宇宙みたい。ん？これ、びっくりした。自分で動かせるんかと思った。ここまで来るとはな。え、なに？どういう、え、キモ。え、キモ。私はニズゼルファ。闇の深淵より生まれし者。なんか喋りうるけど確実に日本語じゃないよね。え、なに？どういう、え、なにこれ？手？手？あれ？うわぁ、キモい。とてもキモい。どういう状態？あれ、なんかかぶっとん。なんという恐ろしい茶器。あれ、なんか宇宙服みたいな感じになっとるわけじゃなくて、あれ、中に入っとんかな。青龍が残した大樹の魂、それさえ消せば全ては闇に包まれる。闇こそが私の喜び。これなんなんやろ。逆再生とかになっとるってことなんかな。なんか前も言った気がするけど、でも絶対何かしら意味のある感じにはなっとるってことやろ、きっと。人間がどうにかできる相手とは思えん。想像以上の相手だが、やるしかあるまい。頑張ろう。本当に勝てるのかしら。あれ、なんかニズデルファ口のさ、あ、なんか口元の穴開いとるとこの中が動きよるもんね。口やっぱなんかかぶっとるってことよね。遅いじゃダメよ、あれ。みんな、私たちがこいつを倒さなければこの世界は終わりなんだから。絶対に勝つ。絶対に。かわいい服装。いよいよ今こそ勇者の真の使命を果たす時。これが最後の戦いだ。行くぞ。おお。いけるかな、大丈夫。まださ、その辺の敵でもなんか一発でぶっ倒せるやつとぶっ倒せんやつがおるやんか。いやでもな、もうね、行くしかないよね。頑張ろう。近い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 。来るがいい、光の子孫たちよ。時間も記憶も空間も存在する全てを闇に染めてくれよう。記憶を闇に染めるってどういうことだ。邪神ニズゼルファが現れた。この部分もなんか喋りよんかな。手でか。手でか。あ、でも、普通にダメージを与えれるっぽいな。あ、てかあれなんや。腕それぞれと本体っていう感じ。めんどくさ。だいぶめんどくさい仕様やな。だってこれ絶対あれよね。やばい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 。絶対あれやろ。腕一つだけ潰したところでさ、多分あの何、本体がある限り復活するパターンのやつやない。いやいや、いやマジでさ、あの何、あの海にさ、あのイカたちがおるやん。イカたち。あれもさ、なんか腕と本体に分かれとるけど、最初順番に倒していけばいいもんやと思っとったのにさ、なんか腕倒してよっしゃ、あと本体だけってなったら腕復活した時のあの絶望感で、いつまで戦い続くねんって終わった。びっくりした。何、邪神の子。何、もうさらに仲間まで呼ぶやん、最悪。ちょっと攻撃対象を増やすのやめてもろていいすかね。めんどくさいんで攻撃対象を増やすのやめてもろていいすかね。あれ、邪神の子なんや。ね、あの砂漠におった子やろ。なんか勇者の星眺めおった。え、こいつの一部ってこと。何あれ、羽生えとんの。ね、なんかテントウムシみたいな羽生えとる。そんな感じじゃない、あれ。虫っぽい感じするよね。頑張ってくれ。何、腕
で1本やった？でもあれなんよね、なんか破壊してなくなるとかいうわけじゃなくって腕引っ込めるだけ。あ、でもなんか色が変わっとる。もともとだからなんか機能停止して色が変わったんかな。ね、右手ピンク紫なんかぽいけどさ、今なんか引っ込めた左腕グレーになっとるよね。お助けします。壊死した？燃えてきたわ。左腕を徹底的にやったけん次ちょっと右腕。でも本体にものダメージ与えんかったら絶対あれよね。みんなで協力し合って復活復活復活回復回復。そう、全体攻撃がいいよね。何混乱。仲間に攻撃さえしてこんかったらまだまあ。あー、つらい。せいにゃ頑張って。みんなそう協力し合ってひたすら復活復活。今何した？術用いって。あ、邪神の子、邪神の子たちもなんか攻撃してきよるよね。呼び出してきて攻撃戦。あ、まあなんかあれか、サポートっていうこともあるか。あ、いつの間にか全員復活しとる。よかったよかった。ひぃ、何それ、祈りを捧げたって回復とかじゃないよね。うわ、気持ち悪い声。でもなんか風強い時ってさ、外からこういう感じの音聞こえてくることない？なんなんこれ、パワーアップ、回復。気持ち悪いんやけど。あ、じゃあ何、攻撃の時に邪神のこの残っとる数によってなんか攻撃がパワーアップする感じ。うわー、嫌な攻撃やな。ってかいつの間にか腕復活しとるやん。うわー、ほらー、もうもう嫌になるやつやね。ちょ、頑張ってグレイグがレベル低い割に。ちょっとおじいちゃん死んだんですけど。やばいって。全滅。やばいね。左腕が特技じゃない道具持っとるよね。あ、持っとる。戦闘中に使うと闇の衣を打ち払う起死回生の聖剣。ほら、はあ、ほら、おお、なんか色も変わったんやけど。ほう、我が闇の衣を破る術を知っていたとはな。しかし無駄なこと。さあ、我が腕の中でもがき苦しむがよい。なんか喋り出した。すごい、なんかセルみたいな色味になってきた。待って、連携。今誰、マルティナがゾーンに入っとんか。どうしよう、回復力と守備力、ゴスペルソング。いや、でもそういうのじゃなくってさ、あ、妖精、あ、これ3人じゃないといかんのか。3人ゾーン入っとる。あ、聖女も入っとんか、点滅しよんか。じゃあこれ妖精、聖女が動けない、もしかして。でもこれ多分次のターン聖女あれよね、解けるよね。ってことは別のやつ。じゃあ仲間全員の回復力と守備力かなり上げ、これでいっか。はぁ、待って、聖女が動けん限りは無理ってこと。じゃあもう普通に行くわ。本体に行くか。めっちゃ攻撃与えれる。普通に切りかかっただけやのにめっちゃダメージ与えれる。いいね。じゃあ聖女早く動けるようになってくれん。これあれよね、
ベロニカは別に関係ないんやろ。え、てかあれやん、え、アユナもなんか混乱しとんやけど、何、いつの間に私が喋りよる間やめてよ。てかちょっと誰か回復回復、いやいや足りない足りない、そんなんやっつけられるよ。おいおい、ちょせっかくさ、あえ、せっかくちょっと勝機が見えてきたと思ったのにさ、若干遅かった。で次あれやね、最初から勇者の剣使うべきやね。あ、腕復活したし、うん、この辺どうなんやろう。ちょっと他のやつ使ってみる。マジックポイントに余裕があるけん、いろいろと。ビッグバンは名前的には強いんやけどね。そうでもなかったそうでもなかった。やっぱアルテマソードなんかの。あ、でもあれやね、名前ちょっともうオレンジになっとったね、そういえば。じゃあもういけるんやない。え、何、え、何が起きた、なんか、え、なんか二人固まってない。でも状態異常の別に何も出てないね、マーク。何何何何、あれ、アユナも今固まっとった。え、固まっとるわけじゃないんかな。え、どういう状態今。なんか、え、セーニャ以外さ、色ついてなくない？なんかすごいモノクロの世界になったんやけど。あ、腕が復活している。ねえ、今どういう状態だよね、ねえねえねえ。状態異常マークついてないのに動けんねやけど。あ、え、時間が止められとった。え、セーニャ強。一人だけ。一人だけ逆らっとった。どれがいいかな。どれがいいかな。ゴスペルソード。でも別に今、あーなるほどね。マジックポイントもか。え、何タイプの技が効くん。何タイプな、ポケモンみたいな言い方やけど。雷。これ邪神の子にもいけるよね。あ、てか腕もか、全部いけるんか。とりあえずこれやっとこう。あー微妙やな、ね、そんな強くなかった。あらっす、バイキルト助かる。お、めっちゃ攻撃力アップしてくれるやん。よしよし、邪神の子たちやっつけ。なに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 、なんかめっちゃ素早いんやけど、動けるデブって感じなんかめっちゃ素早く動き出した。何、誰か寝た。セーニャ、ベロニカはどういう状態。毒か、毒やな。頑張ってくれ。ねえ、なんでなんで天を仰いどん。あれ何、なんか力ためよ。何何何何何何、ぐぐ、こしゃくな。なぜそこまでの力が。青龍の末裔め。え、さっきの何、誰かの攻撃技、あんなのあったっけ。ん、やっつけたわけではないのか。まだなのか。片腕はないけど。おい、せっかく攻撃力上がっとるのに痺れて動けねえじゃねえか。どうにかして。みんな状態異常がひどいよ。あ、両腕なくなった。いける？よし。アルテマソード。まだ攻撃力が上がっとるね。オッケー。なんかそうでもないな。そうでもないな。ダメージ100ぐらいしか増えてなくない？ベロニカとマルティナじゃいけんのか、連携技は。誰と誰がいけるんだか。お、3人いったぞ。これは何かしらいけるよね。マルティナが動けない。お、いいぞいいぞ動けんけど今ちょっとまだ動けんけど。あ、全員やん。ちょ、マルティナマルティナ今いけんってことよね。大魔導士降臨。え、ちょっと待って、サタンギガバース、あ、ギガバース、あ、そっか、動けんのよね。いけんやん。とりあえずアルテマソードしとくよおお、やっつけたやっつけた、マジで。最後なんかね、もうちょいかっこよくやっつけたかったんやけどな。
なんか終わった。敵のさ、ヒットポイント HP をさ確認できんけん、めっちゃなんかまぬけな感じに。それ把握しとったらね、連携技でとどめさす。でもできんかったのかな。どう、やっつけた。やったね。一度ならず二度までもこの私が破れるとは。一度ならず二度までも、あ、老主の時にやられたってこと。だが光が闇を凌駕するなどありえぬこと。やりえるよ。ほら、なんかテントウムシみたいな羽。あれか、カブトムシとかもこんなんか。我が肉体滅びようとも我が魂は永遠なり。うわあ、爆発する爆発する。うわ、めっちゃ怖いんですけど。怖い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 。光、なんだこの光は、眩しい。何、どうした。君の体から光溢れてますけど、こっちは何もしてないよ。お、脱出した。てかあれはケトスの上で戦いよったん。どこで戦いよったんやろ。消滅した、黒い太陽消滅した。黒い太陽って勇者の星、結局いいものではなかったわけやね。これで本当に平和になったってことかな。魂は不滅的なこと言ったけど、結局あの光で浄化されたってこと。終わった。ベロニカは最終的に戻らんのかな、身長。これでもうこの世を脅かす者はいない。長い長い旅がついに終わったんじゃ。これで平和になった世界。先代勇者、老主様の時代から続く時を超えた戦い。本当に長い冒険の物語でしたわね。ん？こんなおめでたい時に思い詰めた顔して何考えてるのよ。その手のあざがどうかしたの？ん？何？何言ってんのかわからないんですが、こっちは。そっか、助けてあげたいんだね、あの人のこと。誰？あの人、セニカ？行きましょう、彼女の元へ。セニカのこと？何、どこ行くの？忘れられたと？ちょ、はっきり言って。ちょ、はっきり言ってって。あ、やっぱりそういうことやね。なるほど、なるほど。え、でも、万人おらんなるけど大丈夫？また会いましたね。あ、まあ別にセニカンに戻って守ることもできるんかな。わからん。それとも、召されるんか？ロトゼタシアに影を落とす。邪悪な気配は消え。世界は救われました。もうここには用はないはず。一体何をしに来たのですか。セニカと時の番人は同じ声なんかな。人今すごい無機質な感じやけど、戻る。
この紋章で勇者たちとの記憶が。あ、見た目が変化しそう。お、あの可愛い子よね。あ、来た、可愛い。この色のバランスも好きなんよね、めっちゃ。服も髪の色も。あなたは？これが勇者の剣？え、映った。え、所有権も映った。まさか私はあの時。え、え、どういうこと？この人も主人公たちと同じように時を遡らせるってこと？仲間たちを救うために。え、めちゃくちゃ歴史変えることになるけど大丈夫？え、そういうことよね。え、ご先祖様の歴史なんか変えたら自分がもしかしたら消えるかもしれんことない？え、大丈夫？え、てかこれでさ、手の紋章をセニカに移したけど、もうあれか、勇者の役目は終わったっていうことか。え、時遡っていった？あれ、剣って壊れるんじゃなかったっけ？壊れるわけではないの。ありがとう、勇気ある者たちよ。愛する人に会えるといいわね。え、天に召されたってことじゃないんよね。過去に戻ったってことよね。消えた。不思議だな。こういうことが、ほら、同じこと繰り返しよるってことよね。気がする。で、そこに戻って、セニカはセニカで、歴史を変えてくるんか。大丈夫なの？そんな大昔まで変えてしまって。今はね、まだなんか、たかだか数年ほど、数年もかかってないか。しか変えてないけん、あれやけど。え？邪神を倒し、平和を取り戻したアイナたちは、それぞれの故郷へ戻り、穏やかな日々を過ごすこととなった。だってこんなん、もしセニカが過去に戻ってさ、そこでもうなんか全てを終わらせて平和にしとったら、邪神を倒す旅なんか出てなかったことになるんやねん。その辺の事実は消えないの？その、周りの人たちの記憶から。